7つ目はフィンガリングエクササイズ。これはまあ楽譜見てもらえると分かると思うんだけど、あのフィンガリングパターンしか書いてないんだけど、これはあのアーティキュレーションとかテンポ、と音量とか自分でセッティングしてちょっと練習してる見てもらえると、多分目標が毎回こう違う目標をセッティングして練習に励めると思うんだけど、鹿田君はこういうフィンガリングエクササイズとかします？そうですね、こういうスケールとかはよく僕も勉強してた時によく先生に、こういうのやりなさいって、あとは他の教本だったりも引用したりとかで、あくまでこの教本とかに書いてあるのって題材なので、じゃあそこから全部スタッカートにしてみたり、全部テネットにしてみたりとか、全部スラーでやってみたりとか、そういうのを変えて、やっぱり毎日同じだと飽きちゃうんで、今日はこれ、今日はスタッカートとか、今日はテネットとか やると楽しんでできるかもしれない。僕もF 管はピストンの楽器なんだけど、ピストンの楽器使うときはなんかフィンガリングエクササイズしたり、頭にこう強い音色に対するイメージが湧いてくる感じがするんだけど、そうですね、そういうのもあるよね、フィンガリングエクササイズ。そうですね、指だけじゃなくてなんかこうロングトーンで使うような意識もこうなんかこう繋がるようなイメージ。やっぱり毎日なるべく、まあ、こういうエクササイズにしたり普通のスケールでもいいんですけど、やっぱり毎日前兆のスケールとかをやって、なんだろうな、調整感と指の感じというか、なんか結びつく感じがあるじゃないですか。やっぱりそれはこの普段こういう練習をしてるかしないかっていうのは結構大事だと思います。